そういえば柔道参加もあったですね。これ柔道参加もテレビ、これ結構覚えてます。これはねサンデーで結構読んでました、うんうん、これ覚えてます。ちょうどいい感じかな。雑誌も読むし、あのマンあアニメもリアルタイム週一で見るような頃の走りだから、柔道参加は好きですね。なんかあれもだから一徹役を止めてる子にした感じですよね。ひっくり返した感じですよね。あ、そうですね、その感じですよね。ただその戸釜竜平っていう、そのあそうかそうか、すごく人間もライバルという、そう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 、うん、なんかすごくにちょっと構造が少し変わってるところですよね。ただあれね、貝塚博さんの絵がやっぱり昔の漫画の絵なんで、うん、あそこでちょっとあれかなと思ったけど、でも人気もあったんですね。人気ありました。あれは、うん、やっとサンデーで梶原作品がヒットしたやつですよね。あ、それまで挫折してるんですか。うん、なんか野生のバイブルじゃなくて喧嘩のバイブルとか男道とか、矢口孝雄さんと組んでサンデーでやった男道もダメで、プロレスを使った喧嘩のバイブルもなんかいまいちで、やっと3本目の柔道参加でヒットしてっていうことですね。柔道参加もありましたね。その頃はだからもうどれもやっぱり連載するとテレビ化とかをにらんだものばかりですよね。ちょうど70年代は、そう、映画化になったりテレビ化になったり、バンビなんかやってんですか。それがね、すごいんですよ。梶原さんがバンビやってんの。講談社のディズニーすごいやつに、まあ、これは奥様の証言から発掘したんですけど、その干されてる時にやっぱり収入源欲しさにバンビもやっていたっていうところがあって、でそれでディズニーランドっていう雑誌を探してコピーして読んだんだけど、そうですね、バンビがですね、こう後ろ蹴りでこう特訓をするんですよ。はいはい、えいえいえいっつって、なんか悪者をやっつけるんだっつって、あ、こんなとこまでかじゃいい気だなと思って。うん、手塚さんと同じものを梶原さんが描いてるって唯一じゃないですか。そうですね。なんかでもボンビってなんか色々と都合、約束事があって、あそこに出してるやつの結構大御所の人も描いてるんだけど、基本名前を無記名でなんかやることらしくて、なんかその中の一つということらしいですね。意外な意外な作品ですね。これはすごいな。例えばタイガーマスク2世って、世新日本プロレスで、はい、まあ、あの佐山タイガーさんが出てきたというやつですよね。うん、そうですね。でその後は全日でタイガーやるじゃないですか。はい、あの時何もな動きなかったんですか、映像館は。はないですね。もうなんか、もう的にそんなにだから格闘知らない僕でもタイガーの佐山タイガーの人気は分かる、伝わってたけど、2代目に変わっていたことってそんなに知らないんですよ。僕もそんな知らないってことは、やっぱりちびっこに人気とか、そんなに人気だったのかな、それは分かりませんが、うん、やっぱりあの初代のインパクトがすごかったんでしょうね。そうそう、あので当時見てた人間からすると、なんでそっち行ったかなっていう感じなんですよね。いや、佐山大義がなんだから別にそっちで良くないって感じだったんですよね。でまた前日でも三沢さん同じようなことやってたと思うけど、やっぱ結局同じようなことやってるから2番煎じっぽいんですよね。まあそうはなりますよね、どうしてもね、どうしてもそうはなっちゃう。だからそれでこしゃっちゃったんじゃないかなって気はするけど、これはすごいな。これはぜひぜひ増刷をお願いしてたいと思うんです、いや、まあそれでそうですね、そちらの方でもちょっと今これ見せて、もちろんなんかね、そうですね、書き込みとかコメントでも、あの増刷希望とかあったら、うちの宣伝の影響力知れたもんですけど、いやいやいや、まあまあそうですよね、本当に、もしこの菊魂っていうのはやっぱ、あと沢村たねはキックの鬼の別バージョン、キングバージョン、少年キングバージョンですね。あ、キックの鬼は少年画報で連載された漫画だから、でキック魂って同じ字でキックガッツって、ガッツってもそれガッツは沢村じゃなくて別のオリジナル主人公が沢村のようにキックの凄さに目覚めるっていう短編ですね。わ
かり、あ、短編なんですね。そのぐらい短編です。あ、うん、連載だったら分かりづらいですよね。もうこの頃は本当に沢村頼みで、聞くガッツだ、魂だっていう。あ、俺と金田の前に金田正幸物語があるんですね。あ、はい、青年誌でやってますね。すごい、うん、その辺だね。最後その読破の最難関でしたね、金田正一とそのファイティング原田物語とか。あの辺がな、国会図書館にもなくって。いや、そうなんですか。はい、で情報でこの北海道の図書館にあるっていうのを知って、たまたま私2年に1回その北海道に旅行に行く時があって、でその流れでよし行こうっつって、あの半分だけそのかみさんと頼んで別講座を取って、その図書館に行ったついでに行って、そこである分コピー取って、あの読破を進めたっていう、あの、いい、あの、でも、うん、記憶です。図書館の蔵書って他の地方から取り寄せられますよ。ああ、そう、まあ、そういうシステムが分かんなかったのかな。なんか単純に国会図書館でその検索したらヒットしなくて、あ、ないんだっつって、あとは、あとそのホームページにもリストを載せてて、どこか、あと何作、何号から何号っていうのを上げてたんで、そこで、あの、北海道のなんとかにその蔵書がありますよとかと教わって。あら、それで北海道に行く。まあ、それっていうか、まあ、旅行のね、それできっかけですけど、きっとでもまあ、それがなくてもいつか行ってたんだろうなと思って。あ、そうなんですか。うん、でも。それならいいですけど、まあ、今後ね、そういう立場になった人もしていたら、取り寄せできますんでね。なんかそういうまで、で、その当時なかったものも、後で入ってるっていうのもあったんでね。やっぱりそういうのは蔵書、蔵定本って、そのコレクターがね、なくて、そういったところに収めるっていう人もあるから、きっと、また、あれから経てば、もうちょっと見やすい。だから割とこう、雑誌で入手できないから読めないっていう人も多いけど、案外探せば、なんか読む方法とかはね、あると思うんで。そうですね、ただし、まあ、根気と熱意は絶対必要ですね。あ、それは絶対に読みたいという気持ちは、熱意は必要ですけどね。どうもありがとうございます。あ、はい、ぜひ、ごめんなさい、その際にはご一報を差し上げます。よろしく。